会場は熱気に包まれていました。人気沸騰中のジャニーズグループなにわ男子が横浜でコンサート。ファンは喜びに胸を膨らせ一緒に歌っています。しかしこの後彼らを驚かせるサプライズが待っていたのです。コンサートが最高潮に達したその時、巨大スクリーンに映し出されたのは、なんと、なにわ男子初のアジアツアー開催の知らせ。会場は割れんばかりの歓声に包まれました。驚きと喜びが入り混じった歓声です。多くのファンにとって、まさに夢が叶った瞬間でした。このニュースは瞬く間に SNS で拡散し、世界中のファンが歓喜しました。ついに、生の彼らに会える。興奮は最高潮に達しました。しかし、そんなお祭りムードの中、ある思いが芽生え始めていました。特に、日本のファンからは、喜びの一方で、ある種の失望の声も聞こえてきたのです。SNS は、まさに感情の渦となりました。世界的には、喜びと興奮の声が大多数を占めていました。海外のファンからは感謝と期待の言葉が殺到、ついに長年の願いが叶ったのです。しかし日本のファンの間では少し違う反応が見られました。お祝いムードの中に落胆の色が混じり始めていたのです。結成当時からグループを支えてきた日本のファンからは置いてけぼりと感じているという声が上がりました。ジャニーズの登竜門ともいえるドームツアー開催の発表がないことへの失望感。アジアツアー決定は喜ばしいものの、まだ見ぬドームツアーへの思いが募ります。本来であれば、喜びに満ち溢れているはずのニュースが、複雑な感情を生み出してしまったのです。ファンが堕落、モヤモヤの正体。それは、彼らが待ち望んでいるドームツアーが未だ実現していないことへのある種の焦燥感から来るものでした。人気絶頂のなにわ男子ですが、ドームツアーはまだ実現していません。多くの日本のファンにとって、ドームツアーは彼らの努力とファンの応援が認められた証であり、夢の舞台なのです。今回のアジアツアー決定は素晴らしいことですが、ファンが待ち望むドームツアーへの道のりは、まだ遠いように感じられます。不満の声は次第に大きくなっていきました。なぜ国内での活動を充実させる前に海外進出を優先するのか、事務所への疑問の声も上がりました。アジアツアー決定と同時にドームツアー開催について何の発表もなかったことで、日本のファンを軽視しているように感じてしまったファンもいたようです。ファンは、なにわ男子のライブを見たいという気持ちが強いです。しかし、ドームツアーより先にアジアツアーが発表され、不満が募っています。他のジャニーズグループが早くドームツアーを開催していることもあり、ファンは軽視されていると感じています。事務所からの説明がないことも、不信感を増幅させています。沈黙は逆効果で、ファンとの溝を深めてしまいました。かつては一つだったファンの間にも意見の対立が見られるようになりました。アジアツアーに喜ぶファンとドームツアーがないことに落胆するファン。SNS 上では意見の衝突や非難の声も聞かれるようになりました。海外のファンからはなぜ自分たちの喜びを否定されなければならないのかと困惑や悲しみの声が上がっています。今回の騒動は、グローバル化が進む現代におけるファンダムの難しさを浮き彫りにしました。様々な期待と優先順位を持つ多様なファン層の心をつかむことは容易ではありません。アジアツアー発表は、本来であればおめでたいはずの出来事でしたが、その裏側には、ファンの複雑な思いが渦巻いていたのです。そんな中、メンバーの道枝葉優さんのある発言が火に油を注ぐ形となってしまいます。コンサート中に海外公演について触れ、日本のファンよりも海外のファンの反応の方が楽しみという趣旨の発言をしたのです。この発言は歩きがあったわけではなかったのかもしれませんが、
長年グループを支えてきた日本のファンを軽視していると受け取られてしまいました。SNS は大炎上。文脈を無視して切り取られた言葉だけが一人歩きし、ファンの不安をさらに煽る結果となってしまいました。道枝さんの発言は、はい、なにわ男子は海外のファンを優先しているという一部のファンの不信感をさらに強めることになってしまったのです。Starker、道枝発言というハッシュタグとともに、多くのファンが失望や悲しみの声を上げました。本来であれば、なにわ男子の快進撃を象徴するはずだったアジアツアー発表。しかし、その裏側では、ファンの間に大きな溝が生まれてしまいました。グループにとって、失われた信頼を取り戻すことは容易ではありません。事務所は、国内ファンの不安な気持ちに寄り添い、真摯に向き合っていく必要があります。感謝の気持ちを言葉で伝え、今後の活動について丁寧に説明することが重要です。ドームツアーについても、具体的な計画を立てることができれば、ファンの不安を解消できるはずです。今回の騒動は、グループにとっても、事務所にとっても、大きな教訓になったのではないでしょうか。グローバル化が進む現代において、多様なファンのパンパンパンの声を聞き、丁寧にコミュニケーションを取ることの重要性を改めて認識させられる出来事となりました。なにわ男子だけが抱える問題ではありません。今回の騒動は日本のエンターテインメント業界、特にジャニーズ事務所全体が抱える課題を浮き彫りにしました。タレントの活動に強い影響力を持つことで知られるジャニーズ事務所ですが、近年は海外進出に力を入れています。これは世界的な人気を誇る J-POP の可能性を最大限に引き出し、新たな市場を開拓しようという戦略です。アルシ、カッタン、ヘイズ・カッタン、平成ジャンプと先輩グループが世界ツアーや海外進出で成功を収めてきました。なにわ男子も事務所の期待を背負い、先輩たちの背中を追いかけるように世界へと羽ばたこうとしています。しかし、海外進出を急ぐあまり、国内での活動がおろそかになってしまい、日本のファンの不満が高まっているのも事実です。なにわ男子、そしてジャニーズ事務所にとっての課題は、国内と海外のファンのバランスをどう取っていくかです。海外進出を進めながらも、国内のファンをないがしろにしない、その両立が求められています。そのためには、多様なファン層のニーズや期待を理解し、それぞれに寄り添った対応が不可欠です。そして、何よりも大切なのは、ファンとのコミュニケーションです。ファンの不安な気持ちに耳をかまけ、真摯に対応することで、信頼関係を築き直すことができます。国内外のファン、どちらの応援も大切にし、その両方に応えていくという姿勢を示すことが、なにわ男子の未来にとって重要な鍵となるでしょう。今後数ヶ月は、なにわ男子にとって正念場となります。今回の騒動をどのように乗り越え、ファンとの関係を再構築していくのか、真価が問われています。これは、彼らがこれまで築き上げてきたものへの責任を果たし、グローバルな市場に対応していくための試練とも言えるでしょう。アジアツアーはピンチをチャンスに変えるための絶好の機会です。この機会を最大限に生かし、日本のファンの不安に寄り添い、感謝の気持ちを伝えることができれば、ファンとの絆はより一層強くなるはずです。今回の経験を糧に、なにわ男子がさらに成長してくれることを期待しています。そして、国境を越えて、多くのファンに愛されるグループへと成長してくれることを願っています。なにわ男子へ、私たちファンは、喜び、悲しみ、そして未来への希望、さまざまな感情を抱えながら、あなたたちを見守っています。あなたたちの音楽は国境を越えて、私たちを一つにする力を持っています。
どうかこれからも私たちファンと共に歩んでいきましょう。心からの愛と応援を込めて、世界中のファンより。